危ない。あ、照明ママ照明北山のこの前のイベントのお礼配信やろうかなって思ってるんですけど、いつがいい？できれば消えた？いける？できればあの土曜日とか日曜日とか祝日とかのあのもう冬休み期間じゃないし、みんなでこう長時間あの夕方に限らずできる日の方がみんなもいいんかなって思って、でも明日とか言ったら急すぎるよね。行きたいなって思ってる。ちなみにマルサさんありがとう。そう、ゲンチャリの免許持ってるんですよ。途切れとった？そうよね、やっぱ車配信ってそうなるよね。結構山口から広島帰るときトンネル多いけん、あんまやらん方がいいかもしれないね。もしかしたらお家帰ってからの方がいいかな。相談する。パパ今喋れんけ。そう、車配信暇やけん車からしてみた。明日でもいい。あ、本当に？じゃあ明日やるねっていうのを先に今日伝えてしまったら別に明日でも構わん。車の免許はね、あったら便利だ。広島に住んでるから広島だと多分乗らなくて、山口帰ってきた時に多分乗るかなぐらいなんやけど、あ、自分の車もないしみたいな。かっちゃんありがとう。高そうな内装してるけど会社ですか？全然日本車よ。全然パパ前歯の前におる右側。今日帰ってから配信するの？あ、なんかどうしよう。なんかね、パパがせっかくね来とるならねって思うんだけどね。この車なんだったっけ、言ったら恥ずかしい？恥ずかしくない？なんだっけ、ティアラみたいな名前。ティアラみたいな。ティアラな、ティアナ。あ、トンネル入った。トゲた、ごめん。トゲとる、もう。トゲじゃない。あ、すぐ終わる。いい車って。そうなの。日産自動車。めっちゃ日本やん。日本産の日産やろ。全然会社じゃなかったね、みんな。困ったね。困らんかもしれん。ティアナって知っとる？知らんじゃろ？前は知らんよ。前はベンツとかフェラーリとかしか知らんけんね。有名な高い車って。全然あれですよ。高い車じゃないんじゃない？知らんけど。シート本革ですか？うんって。そうなん。前は偽物の革しか持ったことがない。分からんけど。ベントレー？なんそれ、ベンツ違うか、分からんね。あんま車はね知らんないよね。パパとかお兄ちゃんはさ車好きやけ、やっぱ男の人って車好きやん。前の車壊れたんやったっけ？壊れてこの車になった。追っかけられたら後ろ蹴りするわ。
車足もげる。私ね、乗ってみたいミニカーがあったんよね。スポーツカー系の、何だっけ、カプチーノかなんかって言った記憶がある。でも前歯は本当に見た目だけで判断するタイプやけん、どういう風にいいとかは知らんくって。でそれを配信で言ったんよね、将来そういうの乗りたいなって言ったら、なんかネットで、うわその車種知ってるなんてなかなかいいセンスしてるじゃんみたいな言われて、ちょっと気まずくなった。そんな知らんのになと思って。今はめちゃめちゃ普通にラパン乗りたい。ありがとう。でも普通にこういう車も好き、あのこういう車運転したい気持ちもある。ありがとうございます、タクヤさん、ありがとう。オープンカー好き。いや、オープンカーは、オープンカーはね、好きじゃない。あの、バサバサになるやろ。バサバサになるけんね。あと二人しか乗れんやん。そんなオープンカーは別にかなって感じ。うん。めっちゃ可愛い車か、めっちゃかっこいい車に乗りたい。どっちか。あ、キャンピングカーあり。私キャンピングカー生活するのちょっと楽しそうだなと思って。レンタルしたい。3日ぐらい。ね、家族が乗れる方がいいよね。確かに。ジムニーはどう？ジムニーって何やろ。聞いたことあるんやけどね、名前は。自家用に消防車買ってた人をテレビで見た。すごっ。ロールスロイス聞いたことあるね。有名な車やね。屋上にあるパンダカーはどう？あの音楽流しながらテクテク歩くやつやろ。あれ最近見んよね。昔よくあったけどね。マリオカートは乗りたい。マリオカートはなんかリアルマリオカートあるよね。最近外国の人がよく乗ってるイメージ。パパさんは何でも乗れるならどんな車に乗りたいですか？質問受け取るよ。パパ BMW 好きじゃない？アウディか。アウディ乗りたい。アウディに乗りたいん。アウディって何？こんなマークついてる。ああ、オリンピックみたいなやつか。アウディって車種？メーカー？はあ、アウディのは何カーなの？何カー？ファミリーカー？あ、いろいろある？ああ、そうなっちゃう。マハはちなみにあれ乗ってみたい。あれ。ジップみたいなやつ。なんだっけ。あ、ジップ、ここのジップじゃなくて、あのさ、美容師のお友達が乗っとる車。ジープ乗ってみたい。
お父様クロスビー、わかる？クロスビー、マハフリスビーしか知らんのんじゃけど。知っとる？ジープ、フリスビーしか知らん。あ、みんなそろそろ終わる。急すぎ、ごめん。はあ、みんな詳しいね、車。やっぱあれよね、どっちかっていうと男の人の方がさ車好きなイメージあるしさ、森下家もだいたいみんな S8 に乗りたいん。な、どれの？フリスビー、あ、アウディの？アウディの S8 に乗りたいんって、わざわざそんな電子パネルみたいなやつ出してくる。みんなわかる S8 って。前はわからん、何のこと言うかわからん。なんか英語ランクみたいな、そういうのしか聞いたことない、アルファベット。はあ、フリスビー乗る？フリスビーは乗れんやろ。わかるよって、すごっ。もう全く分からん。 S8 は800万ぐらい？あ、600万か。うん？800万くらいするやつ。高っ。もっとするん？今？私、私なんても買わんけ大丈夫。言うだけだから。家が買えてしまうぐらい。高っ。もう着いた。ちょっとあるところだ。やばいね。そうなん。そんな高級車に乗りたかったん？外車？外車か。左ハンドル？右？2000万？え、家買えるよ！無理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 。もう車にそんなお金使わんよ。そうなん。うわ、そうなん。車に2000万。家買えるやん。家やん。住むつもり？車に。カッチありがとう、こちらこそ。いやー、いや、人によるやん。その2000万貯めて車買いたいっていう人もおるし。前歯は車じゃないね。2000万なら何やろ。家がいいね。普通に喋り出すなよ。家がいいね。おもろい、急に。まあ大スターになったら考えるけど、でも今の車もさ十分かっこいいよね。本革ってね。この車壊れてから考えようね。もう壊れた、壊さんようにね。蹴飛ばさんように。壊さんように。あ、壊さんように。そろそろ終われやって思ってるやろ。また後でね。じゃあまた終わりまーす。急すぎる。マハどんぐらい配信しとった？30分ぐらい。じゃあね、またやるかもしれんし、やらんかもしれんって感じで。じゃあとりあえず明日お礼配信するけん予告だけしとく。あ、やるかもしれん。ちょっと出すね。はい、ありがとうございました。13位りんちゃんありがとう、12位わわさんありがとう、11位かっちゃんありがとう、10位ウィングさん、あ、変わった。13位わわさんありがとう、12位ウィングさんありがとう、11位かなかなさんありがとう、10位たかゆうさんありがとう、けやくくんありがとう、まやちひさしありがとう、7位たくさんありがとう、6位マヤチのワくん、ワイの仕事前に配信ありがちょう、結婚してくせ、ややって言ってるやん。ほんまに学習せんな。やよ。ごい、ゆうさんありがとう、よい、かっちゃんありがとう、さい、ももさんありがとう、に、ビッグエブさんありがとう、で、いち、まさだろ、ありがとう。それではまた。
ありがとうございました。せーの、バイチャ。はい、さよなら。バイバーイ。